はい、前回の動画いかがだったでしょうか。冒頭の5分だけだったんですけども、私の解説で入れるとね、20分超えの、まあ、壮大なストーリーになってしまいました。そのぐらいね、皆さんも言いたいことたくさんあったんじゃないかなと思います。すでに寄せられたコメントもだいぶ増えてきまして、再生数も1500回を超えておりますね。いや、言いたいこといっぱいあったんですね。で、前回の菅総理ってのは新型コロナウイルスがね、蔓延して、各業界売り上げが7割ぐらい減落ちたということだったんで、もう瀕死状態だったんだと。場合によっては9割とか落ちてるから本当に大変だったんだと。だからこれを喚起しようと思って GoTo なんとかキャンペーンを始めたんだよっていうね、言い訳がましいことを言ってましたね。だってこの GoTo キャンペーンっていうのは、コロナが収束したら V 字回復のためにやりましょう。じゃあ収束して V 字回復の時までに、あらゆるね、店舗とか企業が潰れちゃいけないから、だから潰さないために、雇用を維持する、企業を維持するためにいろんな施策を打ちましょうってことをやってたはずなのに、ちんぷんかんぷんですよね。まずは事業者さんを困らせないための支援っていうのは、保証っていうのは全くないと、ほとんどないと。で、労働者さんで一般国民に対する保証もないと。だからどんどんね、要請に応じて、いろんな決まりを守って、政府の言う通りに、そして、防衛策を国民は一人一人がね、ものすごく丁寧にやりましたよ。飲食店だってね、清掃作業だってむちゃくちゃ大変ですよ。ただでさえ飲食店っていうのは掃除の日々のルーチンっていうのがむちゃくちゃ負担になってるところでね、さらに感染症対策をするわけじゃないですか。で、感染症対策をしたのに人は来ないみたいなね、人を行くのをやめましょうみたいなキャンペーンを政府が打っていくわけですから、もうめちゃくちゃですよね。で、その上で GoTo キャンペーンは V 字回復のためにやるかと思ったらいきなり始めるみたいな感じで、対応がぐちゃぐちゃになるのが現場の混乱ぶりですよ。その中でね、菅総理今回インタビューの中で自画自賛してます。 GoTo キャンペーンを前倒しにしたおかげで7割ぐらいまでの売り上げが復活してきたんだというわけなんですよね。いや、それはね、 GoTo なんとかキャンペーンのおかげではないです、はっきり言って。それも一部あるかもしれませんけども、事業者さんの命に代えた努力ですよ、それは。なんでいつもね、政府の施策が良かったみたいなことに従うんですかって。もうもっともっと公平に客観的に見ないと。事業者さんの努力と工夫で、それこそね、消費税も上がって、コロナ感染症も来て、時短要請があったりとか休業要請があって、全部守って、その上で絞りに絞った知恵、それで、この世間というのは守られてるのに、政府のおかげですみたいなね、うまくいかなかったら皆さんが誤解したんでしょうみたいなことを言っていくわけですけども、もうね、まだ動画の方始めてないのにこれだけ言いたいことがありますよ。じゃあちょっとね、私も言い過ぎてはいけないんで、ちょっと動画の方一緒に見てみましょうか。じゃあ再生します。今日はね、4分57秒あたりから再生しますね。いたわけですけども、当時このボトトランペンについて、その感染することはないと言ってました。しかしここに来てですね、医師会の会長がエビデンスはないと、根拠はないけれども気の緩みにつながるような発言をしましたね。菅総理ね、専門家さんの意見を聞くのはいいんですけども、もうね、ブレすぎですよね。以前は専門家さんがこう言っていた、その後で専門家の方、医師会の方がこう言っていた、こうなっちゃってるわけですよ。総合的に判断して、で、エビデンスがないっていうんだったら、安全なのか危険なのか分からないわけでしょ。それはじゃあ慎重にいかないといけないじゃないですか。基本的にまずはね、最悪を考えて、やっぱり想定しないといけないということなんですよ。最悪を考えてですよ。これ例えてみたら、その砂場にね、地雷が埋まってるか埋まってないか分からない、でも危険だよって言われてるところ、もしかしたら埋まってるかもしれないし、もしかしたら不発弾かもしれないし、もしかしたら何もないかもしれないよって言われてるわけですよ。その砂場に対してね、国民に、GoTo キャンペーンでちょっと半額にするんで、そこ歩いてくださいよって言ってるようなもんですよ。爆死してるじゃないですか、どんどん、ね、だからまずはエビデンスがないと、危険っていうね、エビデンスも安全というエビデンスもないけども、危なっかしいことが起きてるよ、世界では砂場でどんどん爆発してるよって言ったら、我が国もちょっと危ないんじゃないかなってことで、まずは移動をね、ストップして、ちょっと専門的な調査をして、エビデンスがはっきりして、右か左かはっきりした後で、はい、危険ですんで、さらに皆さんね、保証するから家にいてくださいっていうのか、安全ってことが分かりました、危険だとしても本当に限定的ですよってことで、ゴーサインを出すのかを決めていかないといけないんじゃないかなと思うんですよ。これはね、個人ではできないことです。だからこれは国がやらないと、私たち国民が国に委託して、依頼して、このね、全体的な防衛とかね、感染症対策っていうのをお願いしてるわけですから、いつまでたってもね、国民にお願いをだけじゃダメですよ。
で、何ですか、西村経済担当大臣のいつでもマスク、もうアホかというね、いつでもマスク、そんなことね、昔からやっとるわって感じですよね。だからね、頭をね、使って荒の程度だったらもういらないですよ、西村経済担当大臣も。どこが経済再生してるんですかと、最悪になってるじゃないですか。だから西村担当大臣も消費税をゼロにするようなことを言わないと経済はね、とても立て直せません。経済ってのは要するに国民の経済ですからね。なんでね、財務省の言いなりになって経済が守られると思ってるんですか。国民の経済もうめちゃくちゃですよ。だから本当に経済っていうんだったら、経済を再生するっていうんだったら、財務省の理屈はほっといてね、まずは国民経済をしっかりとね、強固なものにするために働くのが皆さんの仕事ですよ、ね、菅総理はじめ国会議員の皆様、国民はね、もう死に喘いでますよ。どこ見てやってるんですか、本当に。じゃあちょっと動画見ましょうか。それとやはり私どもがいつもこれ判断をするときに一番大切にしているのが専門家の先生方のご判断なんです。ね、専門家出てくるでしょ。じゃあ菅総理、あなたは何の専門家なんですか。国家運営の専門家でしょ。自分の主張が全くない。自分が一番の専門家ですよ、国家運営の。やっぱり細部はそうやってね、医療機関とか専門家の方っていうのはそれぞれいらっしゃるでしょう。でも総合的に判断してベストなのはね、感染症対策に一辺倒に行くのか、それとも GoTo トラベルに一辺倒に行くのかじゃなくて、きちんと国民の命を守りながら困った人はいないかとか、経済で行き詰まってる人はいないか、失業者はいないかってこともちゃんと考えていかないと。で、飲食店をね、経営されてる方っていうのは返済が30年ですからね。だからこの1年我慢させることによってその30年が棒に振る方もいるんですよ、潰れちゃう方もいるんですよ。で、そういうことがね、分かんない方がその総理をやっててね、なんか追及されたらそれは専門家に任せてますから、専門家に任せちゃダメなんですよ。最終的に結果責任は菅総理が取るわけなんで、今回ね、本当に生活困窮に陥った方は菅総理の身銭を切って弁償しないとダメですよ。これは身銭を切ってですよ。あなたの菅総理のせいで国民は困ってるわけですよ。だから困ってる人全員が困ってるわけではないです。困ってる人だけに集中的にサポートをするべきではないかなと思います。それが責任者の仕事じゃないですか、ね、あまりにもね、専門家のせいにしすぎだと思いますよ。他人事じゃないんだから。菅総理の本当にせいで国民は苦しんでますよ。菅総理のね、お孫さんがいらっしゃるそうですけども、お孫さんがね、肩身の狭い思いして生きてますよ。今学校でいじめられてるんじゃないですか。学校かどうか分かんない人、社会に出てるかもしれないですけども、そういうことも考えていかないと。顔をさらして毎日ね、出てるわけですから、恥さらしになったら自分のことじゃ済まないわけですからね。国民の一人として菅総理の、まあ、上級国民かもしれないけどね、うん、お孫さんもいらっしゃるわけですからね、ちょっとその辺も考えていただければと思いますよ、ね、菅総理の目には困った人の姿は映んないんですかね。じゃあちょっと次行ってみましょう。まあ、専門家の先生方もですね、ここに来て GoTo トラベルについてもステージ3、感染拡大が続いているところについては飲食だけでなくてGoTo トラベルについても一時停止をしたらどうですかという提案になってきているんです。はい、ただ専門家の先生たちはもう少し早い段階で次のステージをきちんと示すべきだとおっしゃってましたし、ちょっとこちらの数字を見ていただきたいんですが。そうなんですよ、専門家って言ってね、専門家の先生の言葉を聞いてこの現状ってことは、そいつら専門家でも何でもないですよ。クビにしなきゃね、専門家じゃないですよ。それこそね、岡田晴恵さんでいいわけですよ。あの人がわーわーわー言ってる方が国民に影響力あったわけですよ、一部だけども。だからね、専門家とされてる方もコメンテーターみたいな方も大学教授もまあその程度のレベルなんですよ。全く説得力もないし、結果責任も持てないし、ただね、ギャラのために動いてるだけの、まあいわゆるタレントさんって感じですよね。こういうとね、タレントさんの地位も貶めることになっちゃうんで、やっぱり専門家ってね、何の専門家なんだと。その専門家のおかげでね、その専門家の判断のおかげでめちゃくちゃな日本になりましたよ、2020年。どういうことなんだってことですよ。もう全員クビだな、これは。ということで、ちょっと数字を女性の方が、ね、見せてくれるみたいなんで見てみましょう。8割近い人がGoTo トラベルの一時停止か中止を求めていた世論調査の結果については、そこはですね、私が申し上げましたように、専門家の先生方、分科会の提言をいただく中で私どもは口頭してきてます。はい、で、今回年末年始一旦停止を表明しました。はい、これについて尾身会長は私たちよりもまだ提案する先のことをやってくれているというのは、そういう内容だということの発信をしていただいています。
何言ってるのか分かんないですね、菅総理ね。まあ、尾身会長が言うのは分かりますよ。尾身会長はね、いろんな提言をするわけですよ。いろんな提言をするんだけども、その前に政府としては地盤を整えておいていただかないとね。例えばですよ、尾身先生が年末年始の休業要請するかもしれないなっていうふうなこの提案っていうのは十分予測できたわけですよ、ね、だから菅総理としてはね、これからもちょっとね自粛要請をお願いするかもしれないから、もしかしたら年末年始の営業ね、場合によっては停止する可能性もあるから、その辺も考えて仕入れシフトの計画をしてくれませんかってことは言えるわけじゃないですか、ね、それなのに直前までね GoTo はやるんですとか言ってね、やるんですって言ってあっという間にやめますと、 GoTo 中止ですとか言うとそれは困りますよ。だからね、あれだけ頑強に GoTo は絶対やるんだってことを押しすぎるから、それを国民も当てにするわけじゃないですか、事業者さんも。でなんかね、 GoTo を中止しますとか言ったら、それはね専門家の先生が言ったからみたいな感じで急に言い出すわけですよ。それまで尾身先生が言ったことをずっと無視してきたわけでしょ。で春先は尾身先生は菅総理の、まあ、しかね安倍総理の言う通りに言いたくもないこと言ったわけなんですよ。完全忖度だったですよね。で、ここに来てね、尾身先生も顔が引き締まってきてね、当初のようなヘラヘラ会見はないですよ。今本当にね、尾身先生ってのは自分の責任で国がこうなってしまったっていう風なね、まあ、医療の一端の責任を感じてらっしゃるような、そんな緊張感を私は感じますよね。でもうね、官邸の意向に沿わない真実の提言をどん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 してくれるようになりました。でも菅総理は最近までそれを無視してたわけじゃないですか、ね、それでね、いきなりこれ手のひらを返して GoTo キャンペーンをやめますとか言って、それは尾身先生が言ってたからなんですとか言ってね、ちょっと遅いというかね、その前提条件をあまりにもその決定をする直前までもうわけわからなすぎるということですね。本当に私も何て言ってるのか分かんないですね。じゃあちょっと再生してみましょうか。じゃあ専門家の、はい、に従って政策を打ち出しているから専門家の分析のもとだという。いや、私はこれ素人ですから、専門家の先生方は、はい、WHO だとか世界見てますから、そういうね、菅総理素人って言ってもごまかされないですよ。素人がやっちゃダメでしょ。だって専門家の先生がね提言をしてきて、それが判断できないってことですよ。今素人ですって言ったの。じゃあいいダクダクと言いなりになるんですかって言ったら、そうじゃなかったわけじゃないですか。専門家のね、尾身先生がもうねこれやめるべきじゃないかとかね、個人の努力じゃどうにもならないんですよって言っても、菅総理はじゃあ私は素人なんで言う通りにしますってやってこなかったでしょ。いやいや、もうそれはほっといて GoTo やるんだみたいな感じでね。だったら素人なんだったら専門家の先生の言うことをパシッと聞くのかね、それとも素人っていうことをごまかさないで、私もね政治のプロなんで、専門家の先生の言い分と政治とかっていうのをバランスとって、国民の苦しみもちゃんと耳を傾けてやっていくんだっていうことじゃなくて、いやいや私は素人なんで何言われてるか分かんないんでそのままやってますみたいなね。で専門家の先生は WHO とか世界を見てますから、 WHO は果たして信頼に値する機関なんですか。WHO なんてところ名前出してきて、また責任的な転嫁ですよね。要するにあの人がこう言った、その人がそう言った、だからこういうふうに判断したんだってことになっちゃうんですよ。だからね、誰かが言ったとか誰かがそういうふうにしてるとかっていうのじゃなくて、きちんと自分の国を運営するその責任があるわけですから、自分で判断するところの領域ももうちょっと持った方がいいんじゃないかなと思うんですよね。これは先生方のさまざまなその提言に基づいて、私どもは政府として責任を持って対応している、責任を持って対応してるわけなんですけども、どんな責任を持ってくれたんですかね。私たち国民の経済とか財政が立ち行かなくなってる責任はどう取るんですかね。これからそれが聞けるのかなと思います。責任を取るっていうんだったら、私たちが失った利益、このあらりの保証をしろって話ですよ。それだけですよ。もうそんなこともせずにね、自分たちだけ宴会行ってるとか言ってもどうしようもないやつですね、これはね。じゃあ再生をしてみましょう。それがこの問題について私どもの考え方です。それがもっと早い判断になってくるということですね。今回年末年始のことについては、尾身会長から早い内容だったということの発言をしていただいています。今回は全国一斉停止の判断なんですが、矛盾があって、政府はこれまでその GoTo の停止は政府ではなく自治体のトップが判断するものとしてきたわけですけれども、今回それと真逆の政府が、まあ、政府の考えで急に全国一斉停止となったわけですけれども、これはどういう、ここはですね、GoTo の最終判断は国になっているんです、はい、まあまた出てきましたよ。結局はね、ダブルスタンダード、トリプルスタンダード、その日の気分でこういうふうなね、答弁を交わすわけですよ。まあ、ご飯論法と言えなくもないですよね。それまでは国民に近い自治体が判断してくださいみたいなことを言ってたわけですよね。
なのにいきなりこういうふうなね全国一定停止っていうのは知事にも相談なく勝手にドバッと行くわけですよ。めちゃくちゃじゃないですか。こういうところもどこが責任を取って対応してるんですか。どこが専門家連携聞いてるんですか。だったら都道府県の責任者は知事っていうんだったらちゃんと知事の意見も聞いてくださいよって話ですよね。で GoTo の最終判断は国になってるんですみたいなこと言い出しましたよ急に。だったら GoTo の最終判断は国になってますってことを一番最初にね数ヶ月前にボーンと打ち出した後で細かいところは知事さんから聞き取りたいんで知事の判断も必要ですみたいな言い方になるでしょ。これで全てが後付けで全てが言い訳なんですよ。でしかも責任を取るとか言ってね責任を痛感してますとか言って誰か言ってましたよね。襟を正していかなきゃなりませんとか言ってもう本当にねどうしようもないですね。じゃあ再生戻しましょう。ただ地方自治体と連携をしながらやることになってまして連携してない。最終判断は国ということです。今回でもその相談する前に、全国規制決めてますよね。いいツッコミですね。相談する前に決めちゃってますよねと。これを聞いてほしかったですよね。だから菅総理は最終判断は国なんだけども細かいところは地方自治体と相談することにしますよって言ったけども今回地方自治体のとの相談もなしにね旅行業者さんとの相談もなしにいきなり言い出したわけですよ。だから混乱してるんですよ、まあ、この辺ですよね。早めに地方自治体の方と申し訳ないけども明日の晩もしくは明後日の晩にねこういうふうな発表するからそれぞれちょっと聞き取る時間はなかったんだけども準備しておいてください、もしくは GoTo に関する業者さん皆さんに告知をしておいてくださいと言うべきですよね。でもいきなり全国一斉で GoTo 中止って言ってその後なんかね杉龍太郎さんとなんか飯食いに行ってるわけでしょ。で、その GoTo に対応するための業者さんとか地方自治体はもう徹夜ですよ。それはもういい加減にしろって話ですよね。これはねどれだけ迷惑をかけてるんだって誰がどう責任取ってるんだって話ですよ。責任を取ってるんだったら飯なんて食いに行くなと風呂にも入るなトイレにも行かずに働けって話ですよ。それこそね渡部の社長にもう一回ね怒ってもらいたいですね。24時間360日死ぬまで働けって菅総理に言いたい言葉ですよこれは。はい次行ってみましょう。これいわゆるこの3段階の今の現在例えば東京とか大阪とか札幌とかそして今度愛知もいわゆるステージ3のところについては愛知外はもうすでに発表して進んでましたから、はいはい、で今回は全国一律ですからそうした中でやはり初めてのことですからこれは私自身の判断で決めさせていただきました。というで独断で決めたということで拍手をしてしまいましたね。で感染症については初めてのことですからっていうのは菅総理は確かにね初めての経験だったでしょうけども人類史上感染症に苦しめられてそのための対応策っていうのは今まで何回も取られてきてそのたびに私たちは鎮圧してきたわけなんですよ人類の歴史としてね。じゃあそういったこともちゃんと勉強した上で総理という職責を全うするべきなんじゃないかなと思うんですけども自分が個人的な経験で始めてたから皆さんすいませんじゃないんですよ。個人に学ぶんじゃなくて歴史に学べっていうふうに言うじゃないですか。菅総理がね勉強熱心な菅総理がこんなことをねご存じないわけないと思うんですけどね。それともご存じなかったんですかね。じゃあちょっとまたね再生してみましょうか。この判断は遅くはなかった。この年末年始というのはある意味で集中的に対策を講じることができる時期だと思ってますしこのね年末年始に集中的に対策を講じることができる時期っていうのは誰が対策を講じるんでしょうか。現場の方でしょ。医師の方とかエッセンシャルワーカーの方とか国民でしょ。菅総理はじめ閣僚の皆様は長い長い年末年始のゆっくりとした休業と忘年会と新年会とねもう挨拶回りに奔走するわけですよ。だから仕事を減らしたかったんでしょ。だから一斉にもう休んでもらって面倒くさいことが起きないようにしたわけだというふうに私は解釈しますけどもね。どうなんでしょうかね。そしてまたどうしても年末年始になりますと医療の体制そのまま縮小してしまいますんで、まあ、そういう中でまだ3000人の感染者が出ている状況、まあ、いろんなことを悩み抜いた末で判断をいたしました。そうすると今度その1月11日停止の後ですけれどもこれはどういう状況だったら一時停止を延長するのかそれとも再開するのかこれはどうお考えですか。これはやはりその時の状況を見てですよね。はい、延長の停止延長の継続はまあ、その時にならないと分かんないってことでございます。まあそれは確かにそうでしょうね。だからこそ圧倒的な保証をドカーンとぶち抜いていかないと。要するにね GoTo なんてのは月明け場なんですよ。
加齢についてる福神漬け程度のもんなんですよ。だからまずね、政府としての国民に対するメインディッシュっていうのをドカーンと打ち出していかないと。それが各業者さんへの粗利保証ですよ、ね、飲食店の粗利保証もあるし、飲食店に納品している業者さんの粗利保証もありますよ。で、飲食店さんを休業するってことは、そこで働いてらっしゃってね、生活費を当てにしていた労働者の方、特に女性の方、パートさん、社員さん、こういった方の生活費がいきなりなくなるわけじゃないですか。これは雇用調整助成金みたいなね、めんどくさいことせずに、どん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 銀行口座、一人一人の銀行口座にぶち込んでいきゃいいんですよ。麻生財務大臣なんて人の口座で覗いてるわけでしょ。で、ああ覗いて、ああ急もう貯金が増えてるじゃないかみたいな発言してるじゃないですか。国民の貯金が増えてもうどうしようもないね、お金配るべきじゃなかった言うんだったら、もう国民の貯金預金口座覗いてるわけですから。あの金融担当大臣でしょ、金融庁に全ての銀行口座って登録されてるわけですよ。私たちの銀行口座とか海外預金とか暗号通貨の資産状況っていうのはレポートされてるわけでしょ。ってことはどれだけ私たちが困ってるか分かるわけじゃないですか。だから入金も早いでしょ、みんなの口座知ってるわけですから。だから国民に毎月毎月5万でも10万でもぶち込んでおきながらね、で皆さんこれでちょっとね GoTo はやらないけどもこれでいいでしょと、わざわざ旅行しなくても皆さんにはちゃんと生活の保障しますから、その代わり感染症が落ち着いたら一生懸命働いてもらいますよ、課税させましょうっていうふうなことをねやればいいんですよ。なんかね結局ね、感染症の間も苦しい、感染症が明けてもなんか税金いっぱい使ったからね課税させてもらいますみたいな感じで、またなんか消費税 19% にする予定なんでしょ。 19% にね、どれだけ自国民虐待好きなんですか。もうそうこうしてるうちに妙な国が攻めてきますよ、日本を乗っ取っちゃいますよ、北海道、それから沖縄、新潟、この辺から上陸しますよ。尖閣どうするんですか、尖閣諸島ね。年末年始は確かに医療の体制を立て直すいい時期かもしれませんけども、それはあくまでも医療機関の方がやってくれればですよ。やらないかもしれないですよ、これは。あとね、私はねもうね、国会議員バッジをつけてる方の診察はしませんっていう風なストライキを起こす可能性まで考えてますけども、そんなことを恐ろしいと思わないですかね。もう完全に医師会にそっぽを向かれたら皆さんね、どうするつもりなんでしょうね、国会議員の皆さんもね、特に菅総理。でもね、やっぱり片方ではこれほど言っておきながらね、総理としての判断が難しいところとか、本当にね、なんか苦しい部分もね、分かるんですよ。全部分かんないですけども、やっぱりね、何をやっても批判されて、何をやってもね、叩かれる。この立場が総理ですから。だからこそ手厚い保証をして、これがあるから文句ないでしょうみたいなところは取っておいた方がいいと思うんですよ。だからそれを何回も言いますけども、特別定額給付金の第2弾なりね、第2弾、第3弾継続配布なり、事業者さんへの粗利保証ですよ。 GoTo なんとかキャンペーンで無理やりね金をねじ込むよりも随分フェアだと思うんですけどね、分かりやすいですしね。で、それができないんだったら減税してください。消費税を3年間凍結、これぐらいでもだいぶ国民は楽になると思いますよ。で、それこそね、菅総理が芸能人と飲みに行ったぐらいで文句言わないですよ、それほどね、ドーンとしてくれたら。で、何もしないんだから、何もしないで自分たちだけ楽しんでるから妬みを買うわけですよ。で、私もね、妬んじゃいますよ。なんで私を呼んでくれないんですか、そこへね。宴会があるんだったら8人でしょ、私が入って9人でしょ、ちょうどその後二次会で野球できるじゃないですか。野球できないか、9人で1チームだったら。まあいいや、私行きますんで、今度呼んでくれたら呼んでくださいね。私はこのね、 YouTube じゃなくて直接行ってやりますからね、菅総理、うちの会社に便宜を図ってくださいみたいな感じでね、言いますからね。まあ完全に私が一番損得ですね。ということでね、まだね、全然動画残ってます。やっと半分です。もうね、言いたいこと言ってたらね、動画全部見るのがいつになるのか分かんないですね。まあちょっとね、喋り疲れたんで、この辺でもう一回休憩させてもらいます。じゃあ次はね、このインタビューの9分3秒から続きをやらせてもらいますんで、皆さんね、またコメントでいっぱい文句書いてください。もう言いたいこといっぱいあるんで、それぞれの、ね、言いたいことは発散してください、まずは。発散して、官邸にメールしてね、またね、さらに追い打ちをかけましょう。いや、菅総理も大変なんだと思いますけども、私たちも大変ですよ。少なくともね、宴会なんてやってらんないです。そういう意味では、菅総理の方が楽なんですから。楽ですよ、菅総理の方が。ね、私たちは苦しめられる一方ですよ。それこそストレス発散なんてどこにもないですからね。宴会なんて行ってないですからね。そもそも金がないですよ。ね、なんか見せつけるように芸能人とね、飯食いに行かなくていいじゃないですか。まあ、王選手、ね、王貞治さんもね、一本足打法ですけどね。もう私たちはね、一本足打法どころじゃないですよ。もうフラフラですよ。もう倒れそうでグロッキーでございます。じゃあ皆さん、
心穏やかに今日もお過ごしください。失礼します。